守り94、魔法153、抵抗88、速さ91。おお！この他の二人より圧倒的に守りが高い。もうここまで来たな。いよいよここまで来たな、エクリエル。エクリエル、ここまで来るか。やばいな。おお、島にはちゃんといるんだね。おお、遊浴人なだけあって、みんな翼が生えてる人だね。お前がそれ言うんかい。そうだね。リオンが言うんかい。厳密にはちゃうかもしれんけど、お前も同じようなもんやで。お宝のことはやっぱり偉い人に聞いてみた方がいいのかな。今までのパターンからするとそうかもね。その人を探して聞いてみようか。偉い人がここにいるのかな？デルタの塔に。ここはデルタの塔。我々遊浴人の住処です。チェック。なんだあれ、あのチェックは。ああ、そういうことか。クリムとリオンが力がこんだけあるんだよね。エクリエルがダメだな。もっともっと力が欲しい。力があれば、殴れる子になるんだけどな。もうね、あのさ、ミラクルアップとかパワーアップとかを全突破してるからね、エクリエルに。いや、超えそうだな。いや、超えてくれ。はい。おや、人間が訪ねてくるとは、珍しいこともあるものだ。あなたが遊浴人のオサですか？その通りだよ。集落の者からは親しみを込めて、おばば様と呼ばれているよ。おばば様？塔から落とされたいのかい？ジョークや。それでおばば様、私たち魔導海賊の宝を求めてここに来たんです。そうかい。ついにあの霊法に調整する異世界の者がやってきたわけだね。ってことは、やはり天空の霊法にお宝があるってことなの？いかにも。わしらが上がれるこの天空の霊法こそが、魔導海賊の宝の隠し場所となっておる。じゃが、今まであの霊法を登った異世界の者はおらん。どんな危険があるかわかんなくてもあんたたちは登るんだね。もちろんや。未踏の地なんてよりワクワクしてくるやん。僕たちは今まで三つの島を巡って鍵を手に入れてきたんだ。そうだね。今更危険を理由に登らないって選択肢はないよ。おばばさんお願いです。霊法への道を開けていただけませんか？よかろう。あんたたちみたいに、まっすぐな気持ちがあれば、越えられるかもしれないね。霊法へ通じる鍵を開けておくよ。もし、何か準備が必要なら、この通りで整えていきなさい。ありがとうございます。よし、準備が整い次第、天空の霊法へ向かおう。ここか！なあ、思ったんやが、リオンなら空飛んで頂上に行けるんちゃうか？言われてみれば。リオン、ちょっとやってみてよ。嫌な予感しかしないけど、ちょっとやってみるね。でもさ、途中にあるお宝回収するのは歩いて登ってった方がいいんじゃないかな。あ。ギャワーしびび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 。ズルもできんやろうし、歩いて登るしかなそうだよな。だね。さあ、天空への霊宝、ここのお宝をね、12個回収して、ボス戦に挑むっていう流れやな。あ、エリア1。さあ、どんな敵がいるの？頼もう！オールベア。なるほど。アイススラスト、攻撃攻撃。えいやー !223! 地響き。何？あー、スタンすんのかこれ。地響きか、強いな。それは強いな。攻撃攻撃。えいやーあ、エクリエルが強い。おい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 
このハーピーってやつのさ、子守歌で3人寝たんだけど。まあ、攻撃されれば起きるだろうけどもさ。おい、困るんだけど3人とも寝られたら。スタンになったわ、今度は。ディフェンドで。怪しい瞳。寝たちょっともうみんな寝てばっかやんけ。リミエルしか戦えるやつがおらん。竜巻。あ、よしよしよし、起きたね。もう、まあ、基本的にこうやって叩き起こしてもらうに近く限るわ、眠りは。じゃあ、電磁砲撃ってもらって、アタック、エイヤー。おっしゃ、行くでーす。連携があるから強いな。オッケー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 。連携があるから強いね。あ、リュン君とクリム、どうしたの？あ、わかった。あ、わかった。ロープで登るから、崖に登るときになるべく上見ないようにしてね。やっぱりか。あー、見えちゃうもんね、スカートの中。別に私は気にしてないんだよ。だけど、リミエルが、エクリエルのスカートの中を覗くやつは、万死に値する。って感じだから、これだからシスコンは。いや、シスコン関係ない思うが、エクリエルもちょっと気にした方がいいと思うで。この体勢のことね。うまいこと考えたな。確かにそうやな。今まで不思議に思ってなんか不思議だったけどさ。そうか。不思議に思わなかった方が不自然だわな。なんかめっちゃこっち行くんねんけど。めっちゃ来るやん、君。こっちに。ここさ、登れんだよね。えって思ったのよ。自分もちょっとね、なんかおかしいなと思ったけど、ここロッククライムできんのよ。これさ、おかしくない？ちょっと待って。ロッククライムできんのおかしくない？今までロープがなかったらさ、登れないのに、ここだけなんかちょっと地形違うなと思ったら、ここロッククライムできるわ。まさかのロッククライムまでできるようになったか、お前ら。まさかさ、ここがさ、ロープないからってロッククライミングするやと思うんだわ。びっくりしたわ。おい、天空の島。雰囲気が違うね。とりあえずなんですけど、例の言ってお宝確認しますね。48までありゃいいんだもんね。48、47、46、45、44、43、42、41、40、39、38、37と。大丈夫だと思います。12個揃ってるんでね。ここに特殊な霊がない限りは大丈夫かなと。登って、あ、ヒールクリスタルもあるね。ボス、あ、ロッククライミングだ。ボスもロッククライミングか。うわ、なんかおる。ロッククライミングはもう、何？そういう設定だったのね。敵にさ、仕掛け忘れるかと思ったけど、ロッククライミングはもうこれ、何？ロッククライムはもう、こいつらの能力ってことね。まさかの。ロッククライム、ちょっと注射買ってもよかったと思うけどな。さあ、行きましょう。さあ、ボス、ちょっと見てたけどね。魔導海賊の宝を産む子たちよ。よくぞ天空の島へたどり着きました。喋ったんだけど。喋るのかよ、こいつ。私はガルーダ。遊浴人が崇める会長にして、最後の島の鍵を守護する者。あんたが守護者か。今まで通り鍵となる応募をもらってくで。ふふ。果たして今までと同じように行きますかね。私は大空を飛べます。そしてあなたたちの攻撃は私に届かない。それでも私に勝てると。そんなの、やってみなくちゃわかんないさ。ここまで超えた力、見せてあげます。おいらやって飛べるんだ。それはあなたのだけのものじゃない。いいでしょう。後悔しても死にませんよ。ガルーダ！でかーい！
さあ、どんな戦法を取ってくるのかわかんないけど、とりあえずディフェンドだ。アイスダスト。何すんだ？攻撃攻撃だ。ん？え、ちょ、待って。魔法も効かない。魔法も効かない。アイススラストすら当たらんだぞ。どうする？どうする？何か攻略法があるのか？何か攻略法ある？魔法が当たらないんじゃ。魔法が当たらないんじゃさ、攻撃のしようがないぞ。ダメだなぁ。ブレスウィング。うわ、いた！うわぁ！どうしました？私を倒すんじゃなかったのですか？どうしよう。かろうじて錬金技は通るんだ。あ、そうなんだ。それ以外はマッキートルガン。このままじゃ決める前にやられるで。いける。やむを得ないか。ニオン君？ごめん。ちょっとみんな驚かすかもしれない。だけど、これしか方法がないんだ。何する気？おいでの竜を解放する！え？リオンは？なんや？リオンが竜になりおった！これがおいらのもう一つの姿。人と竜両方の姿を持つ、ドラゴリュードの真骨頂だよ！さあ、みんな、おいらに乗って！こっから反撃に転じるよ！わかった！竜化ですか？それも飛竜ワイバーンと来ましたか？しかし私のスピードについてこれますか？言ったでしょ？空はあなただけのものじゃない！それを証明してみせるよ！いいでしょう。かかってきなさい！あ！え？竜化した対マン勝負になります？エクリエルは？アイテムは背によっている竜兵たちのおかげで使えます。HP に注意しながら戦っていきましょう。連携使えないもんね。リオン頑張れ！リオン頑張れってことになるのか、先方。そうか。よし、行こう。頑張れ！頑張れ、リオン。竜の舞。行け！419！ 強い！リオン強いぞ！稲妻！大丈夫。上は取ってる。で、赤い薬を使っていって、ブレスウィングが来たか。おー、でもブレスウィングも大丈夫なんだね。ブレスウィング敵1枚減らせるもんだと思ったけど大丈夫だったわ。怪しい霧。何これ、何かができなくなった。あ、特技封じか。大丈夫だね。いけるいける。稲妻。稲妻。大丈夫大丈夫。この調子ならいける。怪しい霧。ちょっと危険になってきたね。怪しい赤い薬ツーバー使ったら怪しい薬って言ってた。怪しい霧はもう無駄行動に近いから助かるわ。オッケー！ガルーダーまさかイベ戦とは。
コングラチュレーションよくやったリオン。やったね。やったわリオン、強いね。私の乾杯です。これを差し上げましょう。天空のオーブを手に入れた。よっしゃ、これが最後の島を出現させる鍵やな。これもリオンくんのおかげだよ。ありがとう。え？リオン？お腹すいた。なんや、ただの腹ペコか。ドラゴンニュートが竜の姿を保つにはすごく体力を使うのです。おそらく相当確保して切り札を使ったはずです。下手すればあなたたちを落としてしまう可能性もあったわけですからね。そうならないよう絶対負けないって気持ちで戦ったのか。ありがとう、リオンくん。すごくかっこよかったよ。えへへ。嬉しいな。さて、あなたたちを下界に運んであげましょう。下界に着いたらその子のために休息を取らせてあげなさい。あ、わかったよ。アイキャッチ。アイキャッチ入りまーす。あ、リオンくん、体の調子はどう？絶好調！リオン大復活の巻なんてね。いつも通りだな。さて、それじゃあリオンも回復した子たち、船戻るか？オッケー。いや、無事に倒せたね。ムキムキエクリエルが活躍することはなかったね。お、ファントムいるやん。またしたな、ファントム。最後の島の鍵も手に入れてきたで。素晴らしい。最後の島に上陸する挑戦者が現れるとは。これが天空のオーブだよ。最後の島を出現させるのをお願い。わかりました。では。このファントムが何者なのかが全く語られてないんだよな。それが気になるんだけど。さあ、天空のオーブ。風の力で？おお！あれが最後の島か。あの島に、魔導海賊ルリが最も大切にしていたという宝が眠っています。そして、私が案内するのはここまで。名残惜しいですが、あなたたちが宝を手に入れるか、陰でゲームズさせていただきますよ。おい、ちょっと待って！せめて最後の宝の場所を消えちゃった。し、大事なこと言ったから消えるっちゅうねん。でも、今までパターンでいけば、その島にはダンジョンっぽいところがお宝のあるところってわけだよね。リオン、回復して早々悪いけど、最後の島着いたら、またソルから探してくれないか？お安い御用だよ。とにかく行くで、最後の島へ。アイアイさーん！まさか、ここまでとは。あの銀融詩人の言う通り、彼らには素晴らしい力がありますね。さてと、私もそろそろ出番ですね。少しばかり張り切らせていただきましょう。さあ、リオンが偵察に行ったリオンからどんな情報が聞けるかな。今回は開けていそうだけど、ただいまー。お帰り。どうだった？まずここからすぐ東に町があったよ。おお、町か。今まで小さい集落ばっかりだったが、拠点として申し分なさそうやな。それで他に何とかあったか？その町から少し北に着く砂漠があって建物みたいなの見えたんだ。おそらくそこが最後のダンジョン。魔導海賊の真の宝が眠ってる場所だろうね。何する？いきなり行ってみるか？何があるかわかんないし、町で準備からしてからの方がいいかもしれないよ。どうするかリュウメイに任せるよ。エクリエルに任せておいた方が。